はぁ、あ、寒い寒い。今日は一段と冷えるわね。うん、寒すぎる。いろりの前から離れられないんですね。これじゃあどこにも出かける気にならないわね。今日はお家でゆっくりしましょうか。賛成賛成。しおりゆっくりするのは得意なんですね。おい霊夢、しおんちゃん。あ、マリサだ。マリサ元気だな。こんなに寒いのにへっちゃらなの？何言ってるんだしおんちゃん。こんな寒さなんともないんだぜ。それよりも見てくれよこれ。面白いものを手に入れたんだよな。あら、人形？すごく可愛いじゃない。可愛い人形？すごいすごいすごい。可愛い人形しおんも見たい。ねえマリサもっと近くで見せて。おいいんだぜ。ほら好きなだけ見てくれ。ひー。あ、ほんとだ。この人形めちゃくちゃ可愛いんですけど。あれ？でもなんか、目を見てると吸い込まれそうな。ねえマリサ、このお人形さんの目なんか光ってない？へぇ、うわうわなんなの？え？しおんちゃん、しおんちゃーん。あれ？しおん寝ちゃってたの？しおん何してたんだっけ？とりあえず起きないと。な、何ここ、シオンなんか変な場所にいるんですけど。おいシオンちゃん、大丈夫かシオンちゃん。あれ、マリサ、どこどこどこ、マリサどこにいるの？すまないシオンちゃん、どうやら私が持ってきたあの人形、あれが呪いの人形だったらしいんだ。今はシオンちゃんの外側から話しかけてるんだぜ。あ、そうなの？そうだったのか、呪いの人形だったのか。呪いの人形？そうなんだぜ、そしてその呪いの人形にシオンちゃんが、おもちゃにされちゃったんだぜ。なんだってー、シオンおもちゃにされちゃったの？うわマジだ、よく見たらシオンの質感がおもちゃみたいになってる。これどうしたらいいの？マリサ、シオンなんか変なところにいるんですけど。落ち着いてくれシオンちゃん、脱出する方法はある。呪いの人形についてちょっと調べてみたんだぜ。あの人形は見たものを魅了する呪いの人形で、見入られたものをおもちゃにして魂をおもちゃの世界に閉じ込めてしまうみたいなんだぜ。ということは、ここがおもちゃの世界？シオンは魂を閉じ込められちゃったの？終わりだー、もうシオンはおしまいだー。だから落ち着いてくれって、脱出する方法はあるって言ってるだろ。どうしたらいいの？呪いの人形は絶望が大好物なんだ。シオンちゃんがその世界で絶望してる限り脱出できない。シオンちゃん、その世界を楽しむんだ。シオンちゃんがその世界を本気で楽しめた時、呪いは解けて元の世界に戻れるはずなんだぜ。悪いが私がどうにかしてやることはできないんだ。楽しむ？この世界を？なんだそんなことでいいの？心配して損しちゃった。わかったわマリサ、安心して。シオン楽しむのは得意なんだから。これはマジで得意そうだな。おもちゃの世界楽しそうだって思う人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知オンもよろしくなんだぞ。いいなシオン、おもちゃになっておもちゃの世界で遊べるのか、めちゃくちゃ楽しそうなんだぞ。それなら変わってほしいんですけど。よしやるぞ、全力で楽しんでやるんだから。なんか変なパネルがあるな。あ、剣とキャンディーが入ってる。え、キャンディー？その世界はキャンディーが食べれるの？私も人形に魅了されちゃおうかしら。ややこしくなるのでやめてください。なんかゼンマイが入ってたな。これも何かに使えるのかな？多分そういうことなんでしょうね。今は別に気にしなくてもいいかもね。ねえねえ、このパネルは何なのかな？作業台が床に仕込んであるな。多分クラフトで作れる秘密のおもちゃがあるんじゃないか。あ、なるほどね。よし決めた。それじゃあこのパネルのおもちゃを全部作ることを目標にしようかな。楽しい。うわうわなんなのこれ、めちゃくちゃ楽しいんですけど。それはハンドスピナーか？まあ壁にくっついてるからハンドじゃないけどな。見て見て、これぐるんぐるん回るんですけど。あ、こっちにもある。こっちのも回るわよね。おもちゃの世界楽しすぎる。すごく楽しそうねシオンちゃん。この調子なら案外早くこの世界を脱出できちゃうかもしれないわね。いやよそんなのだね。この世界を遊び尽くすまで絶対に出ないんだから。笑われて嬉しそうな人初めて見たんだぜ。あ、あっちに誰かいるよ。この子はもしかしてお人形さん？すごく綺麗なお姉さんですね。この子は奇世界人形のおもちゃみたいです。へえ、こんな子もいるんだな。これからどんなおもちゃと出会うんだろう。オラワクワクス。シオン最初から全開すぎるんだぞ。あ、これなんか見たことあるかも。確かこれって中に砂鉄が入ってて、磁石の力で絵を描くおもちゃよね。この世界でも絵が描けるのかな？あら、便座持てないな。自分で絵を描くことはできないみたい。うわ、なになになに？便座動き出したんですけど。ほんとだ、便座勝手に動いてるわね。これってもしかして絵を描いてるんじゃない？自動お絵描きおもちゃ？すげー。見て見て、めちゃくちゃ綺麗なパトカーを描いたんですけど、これシオンが描きました。この嘘バレないと思ったの？うわすげー、ちゃんと景色能もあるんですけど。この世界楽しすぎる。間違いなく世界一呪われて嬉しそうな女の子だな。お、なんだこりゃ、なんかレゴブロックが落ちてるんですけど。そのブロックは拾えるみたいですね。何かに使うことができるんでしょうか？それよりも見て見て、ピンクのお姉さん。この子とは気が合いそうだわ。それに後ろにはピンクのロボットもあるし、やっぱり私も入りたい。呪いの人形大人気すぎだろ。このロボットって乗れるのかな？うわ乗れた。すごい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 。あー、見て見て、シオンの前に立ちはだかるものは、全部踏みつぶします。ガシャン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 。いけいけ、悪者をやっつけるぞ。てかこの世界おもちゃの世界なんだろ？悪者なんているのかよ。何言ってるのよ、青い。いるに決まってるじゃない。だって剣
点が支給されてるんだから。親にしてはめちゃくちゃ鋭いんだぞ。はぁ、楽しかった。これでビームとか出せたら最高だったんだけどな。よし、2階に上がってみるわよ。2階には何があるのかな。これはただのソファーだな。お、なんかカラフルなのが落ちてるんですけど、これなに。これは輪ゴムかな。これも拾えるみたいね。何回も使えるようなアイテムじゃないみたいだな。クラフト素材なんじゃない。あのパネルのおもちゃクラフトで作るんでしょ。あ、確かにそうかも。それじゃあ拾えるアイテムはなるべく拾っておいた方が良さそうだな。そうですね、何がどこで必要になるかわかりません。なるべく隅々まで見た方がいいかもしれませんね。オッケー、わかったわ。よし、バリバリおもちゃの国探索するぞ。こっちの部屋は、あ、ソファーの上になんか落ちてる。今度はクリップみたいだな。結構いろんな種類の素材があるんだな。おっきなクリップゲットだぞーん。あ、なんか箱がある。ゲストとは違うみたいだけど。いやー、うわうわ、なんなの。めちゃくちゃびっくりしたんで痛い。いや、ちょっと待って、モンスターが出てきたんですけど。お、すごいんだぞシオン。やっぱり悪者がいたじゃないか。シオンの言った通りだったんだぞ。このタイミングは全然嬉しくないのよ。ふう、でもこれで最後ね。びっくりした。ほんと心臓止まるかと思ったわ。もしかして今の箱びっくり箱だったんじゃない。その証拠にシオンちゃんめちゃくちゃびっくりしてたもん。びっくりしすぎました。今度はこの汽車に乗ってみるんですね。あ、よかった。やっぱりこれも乗れるみたい。すごいんだぞすごいんだぞ。この世界なんでも乗れるんだな。あ、でもやっぱり汽車だからレールの上しか走れないみたい。本当ですね、レールに沿って進むようになってます。いいじゃないいいじゃない、それはそれで楽しそうよね。めちゃくちゃ楽しいです。あ、ワニのおもちゃだ。動いてる動いてる。もしかして生きてるのか。ワニの歯を抜くおもちゃみたいだよな。確かワニワニパニックだったっけ。いや、ワニワニパニックはワニの頭を叩くゲームでしょ。歯を抜くのは痛いワニなんじゃなかったっけ。痛い。いや、ちょっと待って、ワニに噛まれたんですけど。大丈夫かシオン。痛いワニ、痛いワニなのか。痛いかつくのに痛いワニなのかはやめてほしいんですけど。あら、でも見て見て、ワニちゃんひっくり返ったんだけど。これはこれで可愛いかも。噛まれたシオンはとてもそうは思えないんですけど。いや、でも起き上がってくるのめんどくさいな。このワニってもしかして倒せないの。どうなんですかね、何度かひっくり返せばいつかは倒せるのかもしれませんね。ふにゃっと倒せたわ。4回目でなんとか倒せるみたい。これはめんどくさいわね。素早く追いかけてくるわけじゃなさそうだし、出会ったら逃げるでもいいかも。あ、でもなんか落としましたよ。それは乾電池ですか。そうみたいだな。さっきのびっくり箱のところでもそうだったが、敵を倒すと素材をドロップするみたいなんだぜ。うん、それじゃあなるべく敵も倒した方がいいのかな。ワニ倒すのめんどくさすぎるんだよな。もうしいらない、シオンワニなんか無視するんだから。他ワニだらけなんですけど。あ、身の剣壊れました。よし、消防車に乗れた。逃げろー。あ、なんかはしごがある。もしかしてこの中に上から入れるのかな。なんか入れそうだよな。中には何があるんだ。なんかやばいやつがいるんだが。なんなのこの人。村人さんじゃないわよね。もしかしてこの人もおもちゃなの。うわ、これは気持ち悪すぎるんだぞ。でも襲っては来ないみたいだな。悪者ではないことは確かなんだぞ。下に入れます。何やってんだ。あ、レゴさんだ。見て見て、レゴさんがいるよ。ほんとだ、これは可愛いわね。あ、シオンちゃん、なんか建築ブロックが欲しいみたいよ。建築ブロック？この拾ったレゴブロックのことかな。ちょっとあげてみようと。お、見て見て、なんか手名付けられたんですけど。お、これはすごいんだぞ。もしかして一緒に戦ってくれるのか。だとしたらめちゃくちゃ頼もしいんですけど。あ、他にもレゴさんがいるみたい。いっぱい手名付けたらみんなついてくるのかな。あ、今手名付けたレゴさんはついてきてくれてるわね。よし、それじゃあバリバリ手名付けるぞ。このレゴさんなんかめちゃくちゃ強そうなんですけど。それにこっちのレゴさんはとってもダンディーだし。あれ？あ、この人は攻撃してくれるんですけど。攻撃アイテムレゴブロックなのかよ。うわ、これは失敗したんだぞ。鉄の剣交換してくれるじゃないか。さっきレゴさんにあげちゃったから足りなくなったんだぞ。レゴさんは罠でした。どこかにレゴブロックないかな。あ、あったあった。やった、これで鉄の剣が手に入るんですけど。よかったですねシオンちゃん。さすがに剣がないとなかなか厳しそうですからね。うん、でもエリトラもあるな。結構高い場所も多そうだし、エリトラめちゃくちゃ欲しくなってきたんですけど。エリトラはレゴブロック14個だったわね。まあ探せばすぐに見つかるでしょ。頑張って集めましょう。オッケー、わかったわ。早速1個見つけちゃったんですけど。あ、あっちに敵がいるな。ふむふむ、レゴさんもワープしてついてきてくれるのね。よし、それじゃあレゴさん、あなたの実力を見せてちょうだい。ちょっとシオンが攻撃仕掛けるからね。一緒に戦ってくれるのよね。あれ？え、レゴさん、一緒に戦ってくれないの？なんか固まっちゃってるわね。これは戦力として期待するのは厳しいかも。レゴブロック返してください。なんか不思議な場所がありました。お、これはチェス盤か？コマもめちゃくちゃかっこいいじゃないか。これはクオリティ高しです。あれ？これ何？痛い。これも罠でした。ここからどう見ても罠だろ。なんかここから入れるみたいだな。あ、なんかいる。その前にレゴブロックを。これってもしかして、ゴキブリだー。やだ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 。弱くてよかった。うわ、まさかこんな楽しい世界にゴキちゃんがいるなんて。それは悲しすぎる。早くこの世界から出たい。ゲージがマックスになりました。うん、嫌だよ。
ゴチちゃん増えてきたよー。これは辛いんだぞ。この世界を楽しむのが脱出条件なのに、ゴチのせいで大きく後退しちゃったんだぞ。そして出たい気持ちはさらに大きくなるという。これは地獄だー。でもシオン負けないんだから、絶対にこの世界を脱出してやるんすね。やあ、うわうわ今度は何なの。めちゃくちゃ怖い人形が襲いかかってきたんですけど。もうやだー。シオンこの世界。頑張れない。シオンちゃん、そんなこと言わずに頑張って。ほら見てよ、目の前にルービックキューブがあるわよ。ルービックキューブなんて、シオンに揃えられるわけがないもん。これめちゃくちゃ難しいのシオン知ってるもん。あれ？できちゃったんですけど。あー、なんだめちゃくちゃ簡単じゃない。シオンパズルの天才だったんですね。あー、いや、それ、ただ右クリックしてただけ。ひぃ、葵ちゃん、余計なこと言わないの。シオンちゃんいい気分になってるんだから。む、それもそうだな。すごいんだぞシオン。シオンにそんな才能があったとは知らなかったんだぞ。でしょでしょ？シオンも知らなかったんだから、シオンパズルハマっちゃうかも。あー、シオンが単純なやつでよかったんだぞ。あ、不気味な村人さん、実はこの人敵だったのよね。なぜか最初に会った時は襲ってこなかったが、その後はバリバリ襲ってくるんだよな。でもシオンは負けないんだから。無事制圧完了なんですね。あれ？このレモさんどうしたの？もしかして悪者に捕まってたの？かわいそう。シオンがここから出してあげる。あ、消えた。無事助け出せたみたいですね。それにシオンちゃんいい報告です。新しいおもちゃのレシピが解放されたみたいですよ。え、そうなの？もしかしてあのパネルのおもちゃのことかな？絶対にそうなんだぞ。やったなシオン。これでこの世界から抜け出すのに一歩近づいたんじゃないか？最高なんですね。よし、それじゃあ戻って確認だ。あれ？これ何？なんか紙飛行機みたいじゃない？もしかしたらその紙飛行機に乗って飛べるのかもよ。紙飛行機に乗って飛べる？何それ？ゼンシオンの夢なんですけど。ゼンシオンって何なんだよ。あ、でもでも、こっちからまだ上に上がれそうなんだよな。こっちも確認してからにしようと。あ、見て見て、こっちにも紙飛行機があるんですけど。あら、いいわね。ここの方が見晴らしがいいし、どうせ飛ぶならここからの方がいいんじゃない？そうしようと。この辺もうちょっと調べたら紙飛行機でパネルの家まで戻ろうかな。よし、確認終わり。紙飛行機に乗って飛んでいくんですね。いけー。うわすげー。見て見て、シオン紙飛行機に乗ってるんですけど。うわー、これは楽しいですね。紙飛行機に乗って空を飛ぶ、すごくワクワクするじゃないですか。あ、まずい。いけ。紙飛行機から降りちゃいました。うん、さすがに紙飛行機だから基本的に滑空しかできないみたいね。ここから新たに浮かび上がるのは無理みたい。儚い夢すぎました。パネルのところに戻ってきました。あ、見て見て、レシピが一つ解放されてるんですけど。すごいじゃないかシオン。ロボット犬のレシピみたいだな。やっぱり拾ったアイテムはクラフト素材だったんだぞ。よし、ロボット犬作るぞ。最後にここに歯車を入れて、最初の秘密おもちゃ作れちゃいました。見たい見たい、早くロボット犬見たい。ここに出せるのかな。うわ出た。なになになに、思ったより大きいんですけど。かわいい。うわ見て見て、このロボットケンちゃんめちゃくちゃ可愛いんですけど。あらほんと、表情も豊かだしよちよち歩く姿がめちゃくちゃ可愛いじゃない。乾電池で手なずけられました。喜んでる喜んでる。この子シオンのペットちゃんになったんですけど、しかも乗れちゃうんですね。それに見て見て、この子一緒に戦ってくれて、攻撃力もめちゃくちゃ高いんですけど。うわこれはすごいじゃないか。シオンちゃんの敵だと認識した敵をバッタバッタとなぎ倒していくな。最強のペットを手に入れました。おもちゃの世界最高。なんかさっき戦ってたところの壁、この中に入れそうな穴を見つけたのよね。この奥どうなってるんだろう。うわなんか秘密の通路があるんですけど。奥に大きなネズミがいますね。顔も見るからに凶暴そうです。あ、まずい。ランタンが邪魔でペットちゃん先に進めないんですけど。しかもネズミもこっちに来れてなくない？睨み合ってるだけで拉致が開かないわよ。これは降りていくしかないか。ペットちゃんともっと行動したかったけどしょうがないな。ここはシオンの力で突破しないといけないわね。うわ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 、よし倒した。ちょっと素早いけどなんとかなりそう。よし行くわよ。この通路の秘密を解き明かすんですね。パルクールみたいになってました。うわこれはなかなか大変だな。シオンちゃんパルクール苦手なのに、チェックポイントがあるわけじゃないし、落ちたら最初からやり直しなんだぜ。おもちゃの世界に地獄がありました。うわ危ね。ちょっとペットちゃん、急に飛んできたら落ちちゃうんですけど、ここではおとなしくしててね。うわゴキブリも狙ってます。これはなかなか大変なパルクールね。ペットちゃんも飛んでくるし敵もいる。それにところどころにダメージを受けるトラップも置いてあるのよね。絶対に落ちたくない。うわまた飛んできた。あ、見て見て、下になんか変わったブロックがあるんですけど。ほんとだ、あれなんなんだ。なんかバルブに見えるんだぞ。え、バルブ。あ、ほんとだ。これ回せばどうにかなるのかな。やった。見て見て、新しいレシピが解放されたんだって。やったわねシオンちゃん。苦労してここまでたどり着いた甲斐があったじゃない。最高なんですね。よしパネルに戻って、新しいおもちゃ作りだ。パネルの家に戻ってきたわよ。次のおもちゃはなんだろうな。あ、これだこれだ。え、これってもしかしてドローンでした。うわこれはすごいんだぞ。もしかして乗れるのか。乗れちゃうんですね。うわ見て見て、しかも紙飛行機と違って自由に浮かび上がることができるんですけど。
まあドローンだからな。でもこれはいいんだぜ。これで一気に行ける場所が増えるじゃないか。高い場所で気になるところたくさんあるんだよな。最高の乗り物を手に入れちゃいました。なんかこっちのベッドに敵がいっぱいいるな。あれ、なんかあっちにシオンと同じように浮いてる人がいるよ。うわ見て見て、宇宙人だ。これ絶対に宇宙人でしょ。ここは宇宙人の基地なの。あ、やば、痛すぎました。やばい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 、敵の大群の中に落ちちゃった。あ、でもペットちゃんが来てくれた。すごい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 、ペットちゃんが敵をなぎ倒してくれるんですけど。これはいいわね。ドローンで怪しい場所に突っ込んでペットちゃんが敵も倒してくれる。やっぱりあのパネルのおもちゃどれも最高じゃない。最高すぎました。敵殲滅完了。そういえばここに巨大ロボットが閉じ込められてるんだよな。このロボットさんはどうしたの？さっきの宇宙人に捕まっちゃったの？そうかもしれないよな。なんとかしてそこから出してあげられないか。うん、でもこのガラス壊せないしな。ペットちゃんみたいに手なずけられないかしら。手なずけて離れたらワープで出れるかも。このゼンマイは違うし、他のアイテムならどうかな。あ、できたできた。歯車で手なずけることができたんですね。これで離れたら出てこれるかな。さあこっちよロボットさん。完璧すぎた。やったじゃないかシオンちゃん。でも新しいレシピは解放されなかったんだぜ。これはレシピ解放イベントじゃなかったのか。そんな絶対にそうだと思ったのに。しょぼーん。ドローン楽しすぎる。ドローンのおかげでいろんな場所に行くことができるようになって、おもちゃの世界を堪能しまくってるんですけど。シオンちゃん本当に楽しそうよね。でもなかなか次のレシピ解放ができないのよね。そうなんだよな。まだなんか見落としてる場所があるのかな。あ、そういえばここなんかパソコンみたいになってるのよね。もしかしてこのパソコンで何かできないかな。可能性はありますね。キーボードにも綺麗に感圧板が置かれてますし、あの感圧板で何かできるかもしれません。よし、それじゃあ頑張ってパソコン周りを探ってみようっと。まずは邪魔な敵を排除しておいて。怪しいのはこのキーボードなのよね。あら、なんかエラーが出たんですけど。ほんとだ、やっぱりこのパソコンはなんかありそうね。あ、シオンちゃん、そこの看板になんか書いてあるわよ。あ、ほんとだ、なんて書いてあるのかな。パスワードは開いた机の引き出しの中、そう書かれてますね。ふむふむ、なるほどね。ということはこの中にあるのかな。ドローンがあるからどこでも行けちゃうんですね。あったあった、チェストが置いてあるんですけど。本が入ってるな。その本にパスワードが書かれてるんだろうな。なんだこれ、パスワードも謎解きみたいなんですけど。いや冷静に見るんだぞシオン。別に謎解きでもなんでもないじゃないか。このキーボードの配置を見て、緑、黄色、赤、水色、多分この順番で踏んでいけばいいだけなんだぞ。あ、そういうこと。それじゃあ最初は緑よね。多分このキーが緑のキーだと思うから。ほんとだ、なんかエラーじゃないメッセージが出たんですけど。よかった、これでパスワードの謎は解けそうね。この調子でパスワードを完成させちゃいましょう。よし、順調順調。最後はここのはずだから。やった、見て見て、パスワードが完成したんですけど。やったじゃないシオンちゃん。アクセスに成功して Wi-Fi が繋がったみたい。それに新しいレシピも解放されたみたいよ。最高なんですね。これで3つ目だ。次はどんなおもちゃなのかな、楽しみ。3つ目のおもちゃはバギーでした。うわすげー、そのバギーめちゃくちゃかっこいいんだぞ。でしょでしょ、これで少しの段差ぐらい乗り越えちゃうんだから。でもシオン、確かに速くてかっこいいけど、ドローンがあればいらないよな。解放する順番が悪すぎた。うん、3つ目を解放できたまではよかったんだけど、残りのレシピ解放条件が全くわかりません。結構いろんなところ調べたんだけどね。まだなんか見落としてるのかな。そういえばシオンちゃん、あのおもちゃのパネルのところになんか書いてなかったっけ。あ、そういえば書いてたかも。ちょっと見に行ってみようかな。これだこれだ、これ何が書いてあるのかな。簡単に説明すると、誰かが泥のついた靴のまま部屋に入ってきて、列車の線路が土で塞がれてしまったみたいです。ブルドーザーでその土を取り除かないといけないみたいですよ。なるほどなるほど、多分この汽車の通る線路のことよね。このまま走り続けたらどこかが塞がれてるのかな。あ、見ろよシオン、なんか土が見えてきたんだぞ。あ、ほんとだ、ここがさっきヨウムが言ってた場所なのかな。うわ、がっつり塞がれてる。これやっぱり通れないの。全然通れません。なるほどな、こんな場所があったのか。シオンちゃん、この汽車には乗ってたけど、早々に飽きて別のおもちゃに行ってたもんな。飽き性のシオンを許してください。ブルドーザーブルドーザー、確かこの辺にあったような。あったあった、きっとこれのことでしょ。これで間違いなさそうね。これに乗ってたらさっきの土を撤去できるのかしら。よし、さっきの土はすぐそこだし、ブルドーザーで土の山に突撃だ。うまくいくかな。早く次のおもちゃを見たいんですけど。うわすげー、見て見て、土の山が一瞬で消えちゃったんですけど。これはすごいですね、さすがブルドーザー。これめちゃくちゃ楽しいかも。よし、4つ目のおもちゃが作れたぞ。4つ目のおもちゃは恐竜さん。うわかっこいい、すごいんだぞシオン。恐竜さんめちゃくちゃかっこいいんだぞ。あ、背中にゼンマイがある。もしかして最初に手に入れたゼンマイで手なずけられちゃうんですね。すごい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 、恐竜さんもペットになっちゃったんですけど。やったじゃないシオンちゃん、おもちゃのお友達がどんどん増えていっちゃうわね。すごく頼もしいお友達ができたじゃない。最高なんですね。この子絶対に強いでしょ。ちょっとイタイワニーと戦ってもらおうっと。さあ行くのよ恐竜さん。イタイワニーをイタイワニーさせるのよ。なんだよイタイワニーさせるって。スリー、
見て見て、恐竜さん強い。一瞬で痛いワニーをひっくり返したんですけど。あ、もう一匹来た。さあ次はこっちよ。こっちも痛いワニーさせてちょうだい。あれー、恐竜さん、ひっくり返った痛いワニーを攻撃し続けるんですけど。まあひっくり返って倒せてはないからな。ずっと敵対判定が残ってるんだろうな。まあそのうち倒しきってくれるだろ。最後のおもちゃもわかったんですね。さっきのこの宇宙人のところのロボット、この子て名付けるだけじゃダメだったみたい。宇宙人を殲滅して初めて助けたことになるんだって。あ、ほんとだ。宇宙船がまた新たな宇宙人を生み出したわね。うわららららら、ロボットちゃんを助けるんだから。なんか最後の一体勝手に倒したんですけど。あ、ワンちゃんが来てくれてたのか。でもこれでロボットさんも救われたみたい。最後のレシピが解放されたわね。それじゃあシオンちゃん、最後のおもちゃを作りに行きましょう。最後のおもちゃは、完全復活したロボットさんなんですね。見て見て、このロボットさんめちゃくちゃかっこいいんですけど。やったなシオン、すべてのおもちゃを作ることができたんだぞ。それでどうだ？この世界思いっきり楽しめたか？あー、はおもちゃの世界、最高までもなく楽しんだみたいなんだぞ。え？なになに？何がどうなってるの？は、ここは。シオンちゃん、シオンちゃんが元に戻ったんだぜ。あ、マリサ、さっきのは、夢？いや、夢じゃないんだぜ。すまないシオンちゃん、私が持ってきた人形で大変なことに。あ、そうか、そういえばそうだったわね。いいのよマリサ、シオンめちゃくちゃ楽しかったんだから。